はい、どうもこんにちは。年金を考える速稼塾の久保でございます。はい、今回の舞姫大学の特別講義は年金についてお話しようと思います。というわけ、年金と税金との関係をお話した後に、最もね、有利に年金を受け取るためには、そのために税金を意識した年金の受け取り方、受け取り時期ってのがね、考えられるとしたらどんなものがあるかなってことです。まあしかしですね、話の冒頭でこれを言うとね、腰折るかもしれませんけども、税金のことを考えて年金の受け取り時期や年金の受け取り方をいろいろと思案を巡らしたところで、あんまり圧倒的に有利な方法ってないんですよ。ですんで考えるべきは、いつ頃から年金を受け取ったらいいのかな、自分のライフスタイルに合ってるのかなっていうところです。それにつきましては前回挙げた動画っていうのが参考になると思いますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。まあですんでね、あ、だったらいいよって方はここでちょっと動画を終わらせていただいて、で過去のね関連動画を見ていただければと思います。で、税金そして年金の関係についてちょっと興味があるよって方、一通り聞いてみたいよって方はここからもご覧いただきたいと思います。本日もよろしくお願いします。まずは年金と税金の関係なんですけども、年金を受け取ると所得税と住民税が課税されるっていうのは、これはなんとなくお分かりだと思います。これ自体はどんな所得にも所得税と住民税が関わってくるっていう、今のねライフスタイルにも同じことが言えますんでね。で、課税対象となる年金っていうのはどういうものがあるかっていうと、公的年金ですね。これが老齢年金とか障害年金とか遺族年金ってものになってきます。これが1つ目。2つ目はイデコです。個人型確定拠出年金、これの受け取り金にも課税がされます。3つ目なんですけども、これは入ってる方がねどのぐらいいるかなっていうところですけども、企業年金ですね。これが確定給付年金と確定拠出年金、こちらの受け取りに課税されますよってことになりますので、今お話した3タイプのこう年金には課税がされるってことになります。もちろん住民税も関わってきます。それから課税されない年金ってあるのってことなんですよ。これあるんですよ。課税されない年金の中には公的年金のうちに障害基礎年金と、遺族基礎年金ってのがあります。受け取られてる方ってのは非常に少ないと思いますけども、まあ、これが課税されない年金ですね。それからもう一つ、国民年金基金の終身年金も非課税でございます。ね、ピンとこない方は多分関係ないと思いますので、まあそんなもんがあるんだなと思っておいてください。それから計算方法ですけども、計算式がどっかにあるんですけども、まあそれを私たちが操作できるわけではないので、概念だけお伝えしておきます。公的年金、年金額から社会保険料等を控除した額が課税対象となるということ。さらに公的年金控除という所得控除を受けることもできるよってことです。もう一つ、65歳以上の申告者で所得控除が、その金額が一定額を超える場合は総合課税の対象となるということを頭の隅に入れておいていただければと思います。はい、で次、イデコなんですけども、受給金全体が課税対象となるんですよ。イデコの掛け金は加入時に所得控除を受けることができる。まあだからね、そこでバランスが取れてるってことでしょうね。なんともややこしいでしょ。で、企業年金の話ですけども、課税方法は企業年金の種類によって変わりますので、詳しくはそれぞれの企業年金事務局にお問い合わせくださいということでございますね。それから源泉徴収についても今回ねお話ししとかなくてはなりません。年金から税金が自動的に差し引かれる源泉徴収が行われるわけなんですけども、公的年金の場合は日本年金機構から送付される扶養親族等申告書を提出することで控除を受けることができますので、これは絶対に忘れないでおいてください。もう一つあります。イデコや企業年金の場合は金融機関から送付される年末調整申告書を提出することで控除を受けることができるということですね。この源泉徴収に対する控除ってものを今紹介しましたけども、これを忘れて払った税金がそのまんま国庫に納付される方は非常に多いですからね、用心してください。それから確定申告についてお話して今回の動画をねまとめていこうと思います。確定申告は源泉徴収で納税額が不足している場合は確定申告をして納税する必要があるということですよね。これはもうお分かりだと思いますけども、公的年金控除額など各種申告を控除を受けられる場合がありますので、こちらもね、まあ関わる方はあまりいないと思いますけども、
そういうのがあるんだなというところです。で、税金と年金の関係についてね、ここからお話したいと思います。ここまでの知識はよろしいですか？もうすでに頭がこんがらがってもういいよってなるでしょう。税金のことを一生懸命考える、そんな気持ちにさせないように税制というのは組まれてますんでね、なんとか私が今までね5分ほどで話した内容を、あ、なるほどなっていうレベルまでちょっとね咀嚼していただいて、ここから聞いていただきたいと思います。年金を受け取る際には、最も税金的に有利な受け取りっていうのがあることはあります。しかしそれを考えて、いろいろとね画策するよりも、あんまり考えずにやった方が全体的には楽です。で、年金を受け取る際の税金について最も有利な受け取り時期なんですけども、これはね個人の状況によって異なるんで、まあここで本当にね個人の状況ってどう違えばどう違うのってことでしょ。だから考慮すべき要素を5つ今回お話ししておきましょう。まず年金額です。年金額が高ければ高いほど課税される所得も増えて税負担も大きくなる。これはもう当たり前のことですよね。だからそういう場合は年金の受け取り時期とか受け取り額によっては考慮した方がいいかなってことです。じゃあどう考慮するかってことは、それこそ個別具体的なことになりますので、ファイナンシャルプランナーさんと面談をするってことになりますね。で、2つ目、その他の収入ですよ、だから収入がいくつもある場合、年金以外の収入がある場合、その収入と合わせて課税されます。で、受け取る時期によって税負担が大きく変わってきますので、年金の受け取り時期と自分の別の収入が真っ向をかぶる時期と、ずらせるんだったらずらしていくっていうこともあったりとか、これもファイナンシャルプランナーさんと相談した方がいいかなっていうところです。次、控除です。公的年金控除などの各種控除を受けれるかどうかによっても税負担が変わってきますので、あ、これは自分だなと思ったら、これもファイナンシャルプランナーさんと相談してもらったらいいかと思います。で、4つ目、健康状態ですね。健康状態によっては65歳から受け取るよりも70歳以降まで繰り下げた方がより多くの年金を受け取れる可能性があるんですね。だからここは税金とはちょっと関係ないんですけども、前回にも続きますけどもね、税金の受け取り時期とそれから自分の健康状態、どこまで自分は長生きできるかっていう自分なりの見通しと自信、ここと相談することになりますので、これは一人で考えた方がいいと思います。そして最後、ライフプランですね。本当になんか頭が痛くなったでしょ、税金のことを真面目に考えたら。私だって頭痛いです。上手に喋る方法があればいいんですけども、ないんですよこれがね。はい、ライフプランです。早めに仕事を退職したい場合は65歳からね年金を受け取るのがいいのかなっていうふうに、前回の私のねこの舞姫大学の講義を通じてもなんとなく伝わったんじゃないかなと思いますけども、逆に長く働きたい場合は70歳までに受け取る方がいいかなっていうのが私の考えですよね。どうでしょうかね。当たり前といえば当たり前なんですけども、働ける部分だけは働いて年金を先送りして、働けなくなっちゃったなのにまだ人生は続きそうだよっていうところに備える、長生きに対する保険っていうのが年金ですからね。だから早めに死んでしまった時に備えるのが民間保険であって生命保険であると。で、長生きしてしまってそれでも収入源が他にねあんまり求められない時は、こういった年金が頼りになるかなと。で、どっちにも使えるのが貯金でございます。貯金は利息がつかないですけども、人生がもうすぐ終わりそうだなと思った時に貯金を使うのもいいし、まだまだ人生長くなりそうだなと思った時にその貯金を徐々に使っていくっていうのもいいですしね、一番汎用性が効くんじゃないかなと思います。で、一般的な傾向をねおまけとしてつけておきます。今までお話したことを踏まえて一般的な傾向としては、どのぐらいの時期に年金を受け取るのがいいかなってことがわかります。65歳から受け取る場合、年金額が最も高くなるんですが、課税される所得も増えて税負担も大きくなるよってことをご考慮ください。で、66歳から受け取る場合、年金額が65歳から受け取る場合よりも少し高くなるんですよね。で、課税もちょっと増えます、税負担も増えます。だからもしかしたら65歳から受け取っていた方が全体的にいわゆる取られる額が増えるかもしれないですよね。だからここはどのぐらい年金を受け取るのか、それから他の仕事はできるのかっていうところとのバランスがありますんで、ここで全員がこうですよってことは言えないんですけども、年金のね前倒しでいただく場合と後ろ倒しでいただく場合と、
受け取り額が違ってきますんで、当然課税額も違ってきます。これはだからね、個別に計算して、あ、自分の場合は何歳ぐらいが一番、まあ、あの税金で取られる分が少ないかなっていうのを年ごとに計算するっていう手間がかかってきますね。当然ですけども、ここではその計算ができませんので、比較検討ができません、うん、実際に年金の受け取り期日が近づいている方、本当に今年金受け取った方がいいんだろうかとか、じゃあ単純に後ろ倒しにした方が年金の支給額が増えて有利なんだろうか、どうでしょうかね。全体の収入に対して年金も込みで税金というのが決まりますから、もう年金しかないよって方はね、あんまり関係ないんですけども、他に収入源が考えられる方はそことの合算になりますので、そちらの方がね、私の方からはここまで聞いていただいた皆さんの所得状況がわからない以上は、私がお答えできるのはここまでということでございます。それじゃあありがとうございました。難しかったでしょう。ややこしいですよね。